おはようございます。ティレと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロビクトリー実況プレイやっていきたいと思います。完全に寝起きさっきまで寝た生活習慣がねボロボロになってくるのね、自分の中でもわかります。もともとやっぱね、前の仕事が介護でさ、夜勤のこともしたっとったから、まあ、長く寝るとか、寝れるようにはな、実際問題寝れる日はある。寝れない日もあるって感じじゃないな。波があるんですよね、かなり。寝れる日はちゃんとまあそこそこまあ7時間、8時間寝れるし、寝すぎな日は12時間寝てるし、寝れない日っていうのは夜ずーっと起きてる。すんげえ嫌な悪循環じゃん。突然ですが、皆さんは、いてつく波動って、でご存知ですか？ DQ3 からね、まあ、ゾーマが主に使ってくる、まあ、主にというかゾーマだね。初代ね、凍てつく波動はゾーマが使ってるんですけど、凍てつく波動って皆さんはなんて略しますか？これちょっとポケモンみたいな感じだね。ポケモンのハイドロポンプの略し方みたいな話なんですけど、凍てつく波動を皆さんどうやって略します？波動と略す方、凍てつくと略す方、そして、僕は、いてはと略しますね。はい。ただ、このゲームさ、波動って言ったらさ、めちゃくちゃいることに気づきました。波動というだけなら、このゲーム、たくさんあるんですよ。皆さんご存知なかったでしょ？波動って略しちゃうとですね、呪いの波動があるんですね、このゲームには。そして、思いたい。ゴールドマンとレッサーベイも、黄金の波動、そして暗黒の波動、ほら、波動って略すと良くないことが起こります。今回はですね、だから、職業愛称すら発生してないんですよ。これしかなかったというか、例えば勇者で、天空の三神器で勇者の、ね、凍てつく波動をしようかなって思ったんですけど、そうすると、ゴールドマンが、パンチになっちゃうんですね。なんで、波動三人衆ができなかったんですよ。さあ、行きましょう。俺たちの波動を見せます。行きます。呪いの波動です。行きます。一緒に行くぞ。せーの。はい。1、2、3、せーの。波動というよりもう殴ってんだよ、これ。波動じゃないよね、これ。波動から程遠いんだけど、やってることが。まあ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 。今回はね、だからね、波動をね、使っていきます。僕は波動の勇者となります、今回。お！なんかどっかで聞いたことあんな、波動の勇者って。なんか誰か聞いたことあんな。お、波動の前にはですね、痛恨の一撃も無力化する。もう、波動があるんだよね、こちら。波動の力を見せてやりますよ。あ、レッサーデモンか、やっぱり。まあまあまあね、ここから波動で、いきます。黄金の波動だ！お前行くぜ！うわ、強っ！すげえ相性ないんだけどね。そして、暗黒の波動があります。行きます。行くぜー！くれー！ほら！確かに波動だわ。波動って言うと、僕もね、正直、一般的に波動って言ったら、凍てつく波動しかねえんじゃねえかなと思ったんですよ。ちょっと前の生、ね、この前生放送で皆さんにちょっと聞いてみたんですよ。凍てつく波動の略し方どってするって。波動派と、凍て派と、凍てつく派がいるんですね、やっぱり。一般的には。まあまあ、波動の前にはね、痛恨の一撃は打てません。波動の前には、もう波動で書き消されるんで。いぜ暗黒の波動無理やお前たち一体何しに来たの、この戦中に。これは多分対人に出されたらさ、うんって。なんだ なんだろうみたいな。いえ黄金の波動だ俺行くぜ波動の力が避けない。初めだぞ。波動の力が。俺の波動の力は通用しない。なんてことだ。いやいやいや、波動の力はまだこっからこっからよ。俺は波動を今日はクリーン。今日は波動しか打たないからな、言っとくけど。今日全部波動であります。波動縛りしますんで、僕。基本的には。行くぞ、呪いの波動。行くぞ、一緒に行く。はい。1、2、サイレス避けんね。サイレスよう避けるわ。お、来た！そうか、呪いあったわ。まあ、呪いの波動って言いますからね。行きます。
黄金の波動だが俺行くぜ。どこを撃っとんのよ。ねえ、どこ、何を撃ってんの。頼むからボストロール狙ってくれ。いや、暗黒の波動行くぜ。おい、なあ、避けるな、サイレス君も。何この勝負は。なんか見るに耐えない世紀の防戦みたいになってんだけど、なんか見るに耐えない世紀の防戦見てる気分になってくんだけど。冗談じゃないレベルだなこれ。そしてですね、波動といえばあの技があるじゃないですか。僕 SP 今回これで固定するつもりです。いきます、スペシャルカード、凍てつく波動。いや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 、待て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 。全ての波動を持ってるんでね、全ての波動を使います。僕は今日このプレイ全部波動でやりますんで。ただ SP のターンに絶対行動をぼれるかもしれないけどね、それは仕方ない。まあそれはまあ許して。ただ SP 凍てつく波動とかさ、もうどこで使うのこれ。なんで1戦目2戦目で凍てつく波動を使ってんのこれ。何の意味があるのこれ。全く意味のないことをしてる。おーんおーんおーん、行くぜ。ガイアは追いかいだ。いや違う違う。最後の最後で波動捨てやがったこいつ。誠に申し訳ないんですけど、これ結構珍事が起こりましてですね、次のターンに相手は死にます。さあ、悲しいお知らせがあるんですけど、もう溜まってるんですよ。ねえ、とどめる時期に波動持つやつなんていたっけと。いらっしゃるじゃないですか皆さん、ご冗談を。ドラゴンクエストの実況を見たとき、モンバト実況を見たときに、シャープ2ぐらいでこいつに会えませんでした。そうです。このお方は、最後のとどめる一撃だ。行くぜー、せーな、闇の波動。すべてにおいて全部波動やないか。いいね、波動統一パーティーや。何も良くないよ。強さ注文がもう欠けてるやん。あ、今回は合体モンスターか。まあ、続くぜとは言わないよ。だってね、勇気ゼロだからね。波動と全く無縁のやつ出てきたな。避けそう。さあ、旅人を迷い壊せ。いやもうでもワンチャンさ、めちゃくちゃ回避してさ、通行ポンポンポンされる可能性はあるよな、キミミちゃんって。HP は互角です。さあ、我が波動の前にひれ伏すがいい。一応波動って、僕が知ってるところだと、あと、月の波動とかあったんですよね。月の波動 DQ9 のあのマイナー技ね。あと、黄昏の波動とかあったんですよ。まあ、あとは有名なのは、おう、なんだこれ、めっちゃ強い。そうか、暗黒だからか。あと有名なのは闇の波動とか光の波動。だから一般的に波動って言っても、いやでも一般的な波動は凍てつく波動で合ってると思いますよ。他がちょっとマイナーすぎるというか。あまりにも他がマイナーすぎるだけやと思います。いけ、黄金の波動、いくぜ。黄金の波動だ、オーラ、いくぜ。あれ。ああ、いや俺それでも俺は波動のままでいきます。それでも俺は波動を覆さない。ほう。ちょっと今日はね、あくまで今回はね、全部ね、認識できるところは波動でやりますんで。そうじゃないと、パーティーの意味がね、暗黒の波動が暗黒含んでるから、大丈夫かななんか。いや、普段だったらね、いつもカモセンで処刑確定って言ってる合体モンスター性が熱くなるね。お、いいね。いい余計、いい余計。あ、大丈夫かななんか、いけ、レッサーでも行きます。ってかもう、お、君もよく実況に出なかったな。いや、今回はお前が輝くかもしれん。お前は今回輝けるかもしれんわ。はい、黄金の波動行きます。黄金の波動だ、オーラ行くぜ。ワンの頃は強かったんだよ。こう見えて。え、とどめだ。とどめだって。これで終わりだ。凍てつく波動。絶対ギガソードでいい。何凍てつく波動でどうだ。さあ、最後だ。あれ、
一撃滅裂聖剣図鑑。違う一回も受けなかったね君。泣いていいよ。波動三人衆がやってきたのはですね、5ターン目高校置いてつく波動という技を使い、そして赤目であればですね、猛毒な波動を使えるこやつです。天魔王通常ですら怪しいし、今回のね懸念点は職業相性が発生してないんですよね。だから2200という超低 HP で攻略しないといけないと、白目すら危ういと。火力も不安だしなぁ。まあ、とりあえず今回の利点はですね、いてつく波動ということです。これはわかりますよね、効果が。勇気を減らす。そう、初めはなかったんですよ、これ。後々の筐体のロム編で勇気を減らせるようになりました。これはでかい。大魔王戦で勇気を減らせるのは割とでかいんじゃねえかな。さあ、呪いの波動に行った。行くぜー。はい、1、2、3、0。いやー、いいダメージ出るのは割と出るね。さあ、暗黒の波動です。お前にはね、このオルゴダミーナにもね、ちょっとね、いてつく波動でよく悩まされとったからな。今回は波動で勝たせてもらうで、俺らは。身もこの時やばいな、それ一番やばいやつだね。これ、もうどこで波動に変わるからね、最終的に。まあ、止まってないならまだ大丈夫かな。止まってないのはでかい。行くぜ、ガイアはお怒りだ。行くぜ、ちょっとちゃぶ台返ししないの。さあ、つばせにしましょう。ここ勝たないとちょっと絶望やな。まあでも、いてつく波動で勇気も減らしたから、相手のつばせが強くならない限りは大丈夫だと思うんやけどな。あ、やべえ、俺もミス、あ、いや、ちょっとやばいぞ、これは。大丈夫かな。いや、俺ら波動の力、波動の勇者、ルカリオー。よし、波動の勇者に恐れるものなし。よし、でかいよ。まずここ勝ったよ。たださ、とどめボタン足りる？そうだな。これ波動の力が、だって暗黒の波動って言っちゃえば暗黒なんだからさ、あんま通らないんだよね、そもそも。逆さげにした方がいいよ、多分。いけ、黄金の波動、おらー、だー、いれー。黄金の波動の威力が高いからな。うん、でも波動でいくからね、これ。どうであれ波動でいくかな。というか、レッサーデーモンに至っては、逆さぎできねえんだよな、こいつ。技一に呪いの玉のまんまなんで。カマンの逆さぎりの方なんで。なんで、暗黒の波動という低火力を振っていくしかないんですよ、彼は。え？なんか嫌な予感がしてきたな。え？叩きつけるとどんぐらいからの？避けて！あーあー、ええ、ちょっと待って。HP がナムコになってるんですけど、もう700しかないの？え？ちょっと待って、大丈夫かな？いや、まあ大丈夫でしょ。しっかり当てれば次のターン。次のターン次のターンって確かさ。とどめボーダーの、も、乗せれっかな。このターン、身も凍るおたけびとかで、固められるときついんだよな。正直。でも5ターン目ぐらい耐えれないでしょ。頑張れ！猛毒の波動を使うこいつに、たどり着け！え？え？え、ちょっと待って。いや、まあ、武闘家の回避率もあるからな。避けてくれるでしょうと！オッケー！オッケー！なんだったら避けたんお前かい。オッケー！オッケー！オッケー！よくやったわ。よーし！勝ったと。波動の前にはね、オルゴデミーラも逆らえない。それでは竜王さん、お願いいたします。我らが波動の化身、とどめを飾るのはこのお方。さあ、最後の波動を打ってやるよ。闇の波動。はい、はい、すごいな。なんかよくわからんパーティーでここまでやっとんな。でも、もしかしたら、こういうパーティーで奇跡起こるかもしれんぞ。てか、これ、でもさ、一つ欠点があってさ、筐体でこれやってたらさ、何のチームかわかんねえよな。説明しないとな。よもや私も、波動を使う時が来ようとは。
猛毒の波動を得て強化された、オルゴデミーだお前、猛毒なの嫌いだわ。うん。あー、耐久も6900に向上し、猛毒の波動に変わり、さあ、すべてのものが波動を使う瞬間ですね。行きましょう。参りましょう。とりあえずね、凍てつく波動しかないんで、僕今回は。今回の僕の選択肢は、凍てつく波動しかないんですよ。舐め腐っとるわ。なぎ払う。まあ、これもきついね。うわぁ、結構食らうな。てか、2200、ああ、主人公かよ、よりによって。さあ、レッサー。おい、行くぜ、呪いの玉、行くぜ、ぎゅー、無理やって。無理。何してんだよ。お前やったわ、完全に。今までやらなかったのが偉いと思うとっても。おらあはははおおおおえぇ、ー、もう、なんだったらびっくりしすぎてつばぜりにするの忘れた頃だ。やべえかも。え、大丈夫かな。あ、まあまあまあ、さか。俺たち波動の勇者に怖い、恐れるもんはねえんだよ。ここからよ。ほら、猛毒の波動打ってきたぞ、こいつも。やべえ、みんな波動打ってきた。え？食らいすぎじゃない？え？あ？へ？へ？え？ちょっと待って。ちょっと待って。あのさ、ちょ、勝てる気しない。勝てる気がしないんだけど。あの、ダメージの通りクソだし。あの、ダメージの通り、全然ないし。え？何これ？あ、諦めてない。まだこのターン、凍てつく波動の可能性あるもんね。凍てつく波動光る。だって、これね、遊んでられないって。凍てつく波動されたら、されるしかないんだよ、ここは。ちょっとね、猛毒の波動そんな食らうの？え？あ、待って、どうしたの？急にお前ら。めっちゃ外せなかったぞ。暗黒の波動、いけ！なんかないんか、暗黒の波動になんか、なんかないのか黄金の波動なんかないんか。ないわな。とどめボーダー全然足りる気がせんけど。え、おっと、相手の攻撃、え、嘘、負けんの、波動の勇者。早かったねー、早かったねー、流れるように負けたねー。うん、無理